はい、皆様こんにちは。マニアック艦隊の秀間提督と申します。今回も動画にアクセスくださいましてありがとうございます。今回の動画はですね、Photoshop が5月にバージョンアップしました。で、そのバージョンアップをした内容の中に非常に面白いものがあったので、そちらをご紹介したいと思います。それでは早速行ってみましょう。はい、Photoshop に新しく追加になったもの、こちらはですね、ニューラルフィルターの中に新たなコマンドというかね、新たなフィルターが追加されました。まあ、ニューラルフィルター、以前にもね、紹介はしているので、概要欄にそちら貼っておきます。はい、その時はね、間違って、ニューラルフィルター名が滑ってニュートラルフィルターと言っちゃってますが、そこはご勘弁ください。はい、ニューラルフィルター、ニューラルフィルター自体はですね、アドビが推奨しているとか、まあ、研究をしているアドビ先生、つまりアドビの AI を使ったフィルターです。いくつかのねパターンがあるんですけれども、今回ベータ版になっていたものが非常に素晴らしくというか発展した模様ですので、そちらをご紹介いたします。ニューラルフィルターの中の何をやるか、それはですね、白黒の写真をカラーにするというものでございます。どこまでできるのか試してみたいと思います。それではですね、こちらに、いくつかの作例を用意しました。白黒の、まあ、昔のフィルムを引っ張ってきてスキャンすればいいんですけれども、まあ、それをちょっとやらずにシミュレーションでやってみたいというふうに思っております。まずは人物から、こちら撮影したものなんですけれども、これから行ってみようかなと思います。白黒、フォトショップで白黒にする方法なんですけれども、実はですね、いくつかのパターンといいますか、いくつかの方法があります。それ説明するだけでいっぱいいっぱいになってしまうので、今回はざっくりと白黒にしますといったところで、やっていきたいというふうに思います。それではまず最初にこちらのモデルさんのね、映像、これをまずは、まあ、とりあえず白黒にしましょう。はい、まあ、最初のねやり方とすると、じゃあ例えば色相サイド、こちらを出しまして、まあ、サイド0にすればとりあえず白黒なわけですよね。はい、これでまずはやってみたいと思います。で、このままニューラルフィルターをかけるのではなく、後で違いがね分かるようにしたいと思うので、このまんまこの画像を1枚新規レイヤーとして作っておきます。はい、コマンドオプションシフト E、 もしくは Windows の場合だったらコントロールオルトシフト E を押すと、ここに白黒が出来上がります。はい、でこの状態でこの白黒からフィルターからニューラルフィルター、こちらを出します。はい、今までねおすすめ肌のスムーズに JPEG のノイズを、削除スタイルの適用というのがあったんですが、ベータ版こちらの中にですね、カラー化、これが入りました。まあ、もともとあったんですけれども、強力になったってことですね。で、このニューラルフィルターに関してはこちらにある通り、このフィルターはクラウドで画像を処理します。つまり、パソコン内でやるのではなく、画像を一旦クラウド側、まあ、Adobe のクラウドコンピューターの方に送って、それで処理をするということのようですね。ではまずカラー一発目いってみたいと思います。ドン。はい、おうおうなんかすごいよね。ちょっとこれ戻ってみましょうか。はい、 OK。 はい、一旦これまとめておきましょうか。はい、ですね、結構結構驚きかな。これがね元です。こちらが元で、単純に白黒、まあ、サイドの情報で、白黒にしたものですね。ほとんどこれなんかいい感じにできてんじゃないかな。はい、後ろのね、色もなんとなく再現できてる風味がありますよね。うん、お肌のところもね、かなり力
近い感じの、まあ、若干赤いかなという感じはしますけれども、うん、なかなかのスキンカラーになっているんではないかなと思いますね。はい、それではもう一つちょっと別の方法で白黒化してやってみたいと思います。まあ、単純にね、調整レイヤーの中に白黒というのがありますので、これをやってみましょうか。はい、白黒で、この状態はまあ、ざっくり説明すると、各色を、まあ、調整できると。今は自動補正を押すと、まあ、自動になるんですが、例えば人間の肌の色を少し白目にしたいということであれば、赤、これを調整すると若干白黒で撮影するときに赤のフィルターを入れたような効果とかですね、そういったものが調整できます。なので、ちょっとお肌を少し白目にした感じ、後ろ背景がブルーの LED ライトを当てているので、それはね、ちょっと濃くしておきましょうか。はい、ちょっとこう調整したもの、これでね、いってみましょう。では、表示されているレイヤーを全部重ねるって新規レイヤーです、先ほどと同じ。はい、ではこちらをもう一度ニューラルフィルターを起動します。ではカラー化ポン。うん、悪くないですね。ちなみにですね、ここはい、色の調整も一応できるようですね。うん、カラー画像の場合、元の画像、これなんか面白そうなんで、ちょっとの後ほどやってみましょうか。はい、じゃあ OK。 ざっくりしたところでいくと、この部分が色が抜けちゃってますね。うん、レイヤーちょっと一旦1個にまとめといて、どっちの方、ああ、そっか、両方とも、なんかそこ、情報が抜けるような雰囲気があるのかもしれないですね。まあ、これは調整すればいいし、これが2回目のもの、こちらが1回目。うん。なかなかにして賢いんじゃないですかね。これは結構驚き。これだったらもうある程度の調整をかけてあげれば、そのまま使ってもいいかなぐらいの感じのカラー、白黒のカラー化ですね。では次行ってみましょう。次はじゃあ今度はこちら。これね、前にインスタに投稿したやつですけれども、カフェシーンですね。これも同じように一回白黒化してみましょう。一旦デフォルトのままこれでいってみましょうかね。ではフィルターからニューラルフィルターカラー化はどうかな。あ、なるほど。若干こう色がこうペールカラー、淡い感じのものなので、ちょっと黄色みがね、強い感じになっちゃいましたかね。じゃあちょっとここを直すっていうか、これいじってみましょうか。このシーン、これね。やや黄色み、赤みが激しいので、ちょっとブルー系にするとどうなるのかな。ああ、はあはあ、色出てくるね。はい。うん。おお、これならいいんじゃないですか。ちょっとシアン側も移動してみましょうか。あ、これ結構なんかいい感じに使えるかもしれないですね。焦点カラーってなんだろう、シーンのカラーマイナス方向にするとさほどこの映像では変わらないのかな。曲振ってみますか。うん、あまり変わらないですね。あとは、まあ、サイドをね上げるとかそういうのはまたできますし、ノイズ軽減もここでは必要がないので、元のカラーを維持。何でしょう。ちょっとつけてみます。ああ、そうか。元は白黒ね。ってことなのかな。戻す。
あ、元がねこれ白黒だからそうなっちゃうってことか。はい、あ、一回やっちゃうと戻っちゃう。ちなみに、あ、一応ね、いろんなプロファイルもあるみたいですね。レトロブルーとか。上から行ってみましょうか。じゃあもう一回。ハイコントラスト。うん。ブラウン。ライトイエロー。パープルイエロー。レトロブライト。レトロレッド。レトログリーン、うん、レトロフェード、はははは、レトロデニム、なるほど、レトロダーク、はい、レトロブラウン、なるほど、まあこんなとこですかね。はい、うん、これもちょっと全体をちょっとグループにして比べてみましょうか。まあ、若干なんかちょっとね、これはなんか色情報がいまいちなのかな。何らかの違いがあるのかもしれないですね。はい。では次行ってみましょう。次はちょっとした風景ですね。うん。これで白黒にした場合、空は青になるのかというところ、気になるところです。では同じように白黒にしてみましょう。はい。今度は何もいじらずに出たままでいきます。新しい新規レイヤーを作っておいて、ニューラルフィルター。はい、カラー化。どうだろう。おお。これもう結構このままでいいんじゃない？ちょっとそのままいってみますかね。ちょっとまとめます。いいですか。これが今カラー化したもの、これが元カラー化したもの。うん、空ちょっとね、こうやっぱり部分的にこの電線で空の続きっていうふうに AI が判断しなかったのかはちょっとわからないですけれども、なかなかの雰囲気で出てるんじゃないですか。まあ右端のところのね、グリーンのポールみたいなところまではさすがに着色はされていませんけれども、うん、これ割と面白いですね。いいですね。じゃあ次行ってみましょう。次は夕方ぐらいですね。ちょっと、絵にパンチがないので、ちょっとだけ調整しておきますね。ではこの状態で白黒にしたいと思います。OK。 それではまとめといて、フィルターからニューラルフィルター、カラー化、うん、どうでしょう。割といいんじゃない。もう少しなんかブルーっぽくってやると、あ、ブルーっぽくなるんだ。あはは、イエローっぽく、イエロー、ああ、なんかなんとなくこう夕方の雰囲気出ますね。はい、はい、ではちょっとまとめて、比較してみましょう。うん、やっぱ緑色が弱いのかな。緑っていうところの色がなんとなくこう選択しにくいっていう雰囲気があるのかもしれないですね。はい、では最後いってみましょう。はい、夜ですね。これもね、ネオンが緑なので、これはちょっと多分出てこないんだろうなとは思うんですが、どうでしょうか。じゃあ白黒化してみます。うん、緑の色を少しちょっと強調しておく、わざとね強調しておきましょう。
はい、ではこれでいってみます。ニューラルフィルターカラー化。おお、あ、なんか、なんかこう昭和の白黒フィルムをカラー化したっていうようなやっぱ感じになるのかな。うん、面白いですね。いいですね。はい、多分ね、これも、また調整いろいろとすれば、それなりに変化あるのかなとは思います。はい、ちょっとそれでは今までのものを並べてみましょうか。はい、並べてみました。これ今全部白黒化したものをニューラルフィルターでカラー化したものですね。切ってみたい。では元と比較をしてみます。先ほどお話しした通り、緑には弱い感じがしますね。どうやってやったら緑にうまく認識してくれるのか、もしかしたらちょっと今回ね、こう青々とした木々みたいなものは映像としてなかったので、まあ、木の形 を、まあ、例えば認識したとして、あ、これは木だしこれは葉っぱだなと思ったら、そこは緑にしてくれるのかもしれないので、またちょっとやってみようかなとは思います。はい、では元に戻して、はい、いかがだったでしょうか。2021年の5月にアップデートされたフォトショップの新機能ですね。ニューラルフィルターの中からカラー化、白黒の画像のカラー化をちょっと試してみました。人物に関してはやっぱり、まあ、恐るべきスキンカラーを、なんて言うんでしょうね、自分でこうね彩色するってことを考えたら、いやいやこれ結構かなりすごいでしょっていう感じでした。やっぱりあと空っても空とかは認識しやすいのかなというふうには思います。もちろんね、以前アップデートの時に入った空の入れ替えとかがあるので、まあ、空は認識しやすいんでしょうね。あと全体的にやってみて、緑がやっぱりちょっと認識しづらいのかなというような印象はあります。まあ、ここは実際に、青々と先ほどの通り木々をね、木草を撮影した形、これを AI に突っ込んだらどうなるのかというのはまた実験してみたいとは思います。いかがでしょうか。面白かったなと思った方はぜひグッドボタンをお願いいたします。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録ぜひお願いをいたします。それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。